大震災及び原子力発電所事故によりまして、子どもたちの野外活動が制限されるなどしたことから、平成23年の7月により、福島湖体験活動応援事業を実施いたしまして、多くの子どもたちに体験活動の機会を提供してまいりました。新たに一部を国の補助事業として実施できることになりました。今年度から福島県の子どもたちを対象とする自然体験交流活動支援事業という事業を予算化させていただきました。この事業なんですけれども、復興予算ということですから、被災地であり事業の実施主催でもあります福島県に対しまして補助するという仕組みにしたところでございます。学校とか社会教育団体というまとまったそういう集団を単位として支援することによって比較的長期間の宿泊事業を安定的に効果的に効率的に実施するということが可能ではないかなというふうに考えて今回事業を組み立てておりますし、本事業を効果的にこれから実施していくということを考えた場合には福島県内の学校ですとか社会教育団体ですとかそういったところと NPO 様などそういう子どもの支援をする団体それから旅行業協会様というところのマッチング連携協力というのが非常に重要ではないかなというふうに考えておりまして今回なかなかお忙しい皆様方をこうやって集めさせていただいたということでございます。やはりやった後にですね、子どもたちがこう交流の中でさよならをするときにこう涙をこぼしている姿や先生方が満足して疲れながらも満足してきてよかったよねっていう話やあと何といってもこの心温まるこの受け入れ体制そして支援してくださる方々の温かな心に触れるということで本当にやりがいがあるなと思っております。2012年の当時は、保養に行くっていうのが非常に勇気のいること、まあ、今もそうかもしれません。私は保養に行きますみたいなことを言うのは非常にこう勇気のいることでございまして、本当に自分は行っていいのかとかまたどう思われるんだろうと気にしながら、親子でまたは子どもを送り出すということをしてきたわけです。ですから全国協議会という名前をにしたのはですねそういう団体が全国で集まっているしそういうことはしてもいいすることがスタンダードなんだと別に気軽に普通にすることをしてもいいんだということを表現するために、やったのが一つでございます。子どもたちが本当に安心して暮らせるようにまた普通の生活っていうのを取り戻せるまでですね、皆さんと一緒に歩んでいくつもりですのでぜひよろしくお願いいたします。今回は、文科省さんが作ってくださった補助事業と福島校の、説明会だったんですけど、ここに NPO が県外の団体も含めて参加できたということがまずは非常に素晴らしい、一歩が踏めたんじゃないかなと思います。まだ制度的にはこれからの部分もありますし、手探りのところがありますが NPO と行政の方また旅行代理店の方が関係性を作っていく最初のきっかけになったんじゃないかなというふうに思いますので、評価したいなと思います。今回文部科学省の担当者の方が非常に尽力されて、福島県に対する提案ですとか調整に動いてくださいました。こういった方々のお力を、お借りしながら、県の団体の方とも県の社会教育課さんですかね、担当部局の方々とも情報交換を重ねていければと思います。今日会場からも、意見が上がっていましたがぜひ福島県主催で民間の団体や福島県内の団体を含めてですね民間の県外の団体や福島県内の団体学校関係者も含めた交流の機会を作っていただければいいなと思います。